はい、こんにちは、スプレーアートイレの梅ちゃんです。今日は何？なんか敷いてありますけど、これに宇宙を描いてベロちゃんにパズルをやってもらいたいと思います。巨大パズルですね。巨大パズル、オッケー。はい、いきます。熱っ。いや、熱いね、本当に熱いのかな。初めてだからね。どうなるか。こんぐらいの絵に描くことあるんですか？このキャンバスとかには描くけど、この感じのは初めて。できんのかな、色が混ざんないかも。あどうすか。おー、いいっすね。いい感じですか。これ難しそうですね。え？これ難しそうですね。え、パズル？はい。え、超簡単じゃない？本当ですか？難しいかな？難しそうな気がしますね。ここ全部さ、この境目全部黒にしちゃうか。まんちゃん。邪魔。今日めちゃくちゃ暑いんですけど、夏と冬ってどっちが辛いんですか？両方辛い。両方辛い。なんか気温によってスプレーの、なんか違うんですか、色とか。寒いとちょっと出づらい。あ、そうなんですね。これ暑すぎるとこれが暑いから、ずっと持ってると暑い。あめっちゃ楽しみなんですけど、完成が想像できないですね、まだ。嘘。でも絵描いてるから、もう最後がどうなるか分かってるから。あ、そっか、そうですよね。そう、頭の中で分かってるから、そのみんながどう感じるのかな、全然分かんない。あなんか今まで、一番大きいもの、どのぐらいのものに描いたことあるの？一番大きくて、10メートルとか。その時は、4人か5人で描いて、8時間とか。どうですか、今の感じ。いや、だいぶいいですね。一回取って、くるって回して、一回ちょっと半分見せます。はい。はい。お、すげえ。よいしょ。見えづらい。いや、見えます、見えます。はい。よいしょ。おお。ちょっと繰り返して。こっち暗めだから。はい。明るめでいこう。よし。すごいですね。はい、じゃあバラして、はい、ベロちゃんにパズルやってもらいましょう。はい、はい、ということでベロちゃんにチャレンジ、スプレーアートマットパズル。じゃあこれね、とりあえずスプレーアートでマットに絵描いてから、うんうん、ベロに5分で完成させてもらいます。オッケー。
できなかったら何もえ5分でできなかったらまたハグね、残念、残念なハグ、まあ、じゃあできたらできたら嬉しいハグ、嬉しいハグできなくてもハグ、そうだよ、かわいそうに残念残念だねっていうハグで、できたらよくできたっていうハグね、違う違うのできなかったら納豆やだ、出てきた5分でこれ完成できなかったら納豆で、できたら納豆やだー、何それえもし、パスロできたらこれ全部もらっていい全部、絶対無理じゃあいいよ、じゃあ30秒でできたら全部あげるやだやだ、3分でできたら1個2個なんだ2個いいよ、絶対勝てねえベロディダメだったらもうちょびっと食べる、納豆食べる、3分ね、3分、はい、よーいスタート、これ3分難しいんじゃない、難しいと思いますよ、多分ベロできないよ、あこんな感じだよね、あこれダメだ、ベロ絶対3分5分でもダメだやつ、もうすぐ1分です、すごい1分経過、バカだあれこあれわかんない、どれ食べるか、おわかりません、残り1分です、本当にはい、絶対できるって、まあ、できるって、あと少しだ、45秒、全然わかんない、あと30秒です、本当にあと10秒、やだー、9、8、7、6、5、4、3、2、1、納豆終了です、じゃあベロがちゃんと完成してる間に僕も納豆、愛を込めて納豆を混ぜ続ける、結構難しいのかな、難しいですね、やっぱ、まあ、普通パズルって最初の形が見えてて完成図があった上で、おそう、多分ね、ここだよ、ここさ、俺つなぎ目はい、にしたじゃん、はいはい、これでね難しくなって、おあでもできますね、もう出てきたね、おお、もう何分、8分ぐらいね、そうですね、8分ぐらいですかね、うん、はい、じゃあ宇宙で納豆を、あれこれメキシコ人が日本で宇宙の書いてあるマットの上で納豆を食べるって人類初じゃん、うん、えまあまあまあいいや、もうめちゃくちゃ興味なさそうでした、うん、はい、どうでも、でもどうですか、どう、まあ綺麗だと思う、どう、結構いい、綺麗やべえな、毎回これ罰ゲーム納豆ってきついな、どうきついよ、毎回罰ゲーム納豆だから、あーいったいった、どう、うん、ちょっと待って、じゃあこれちょっと一回、うん、ゆっくり置いて食べてないし、どうした、リアクションが違う、うわっあはははははは、どうしたということで、スプレアートエデンのくめちゃんでした、すごい楽しいと思ったら、もっとベロになっても食べてほしいと思ったら、チャンネル登録お願いします、高評価もね、 See you next videos。